エアライフル射撃競技射撃競技は、銃器を用いて射撃を行うスポーツ競技の一つ。世界的にライフルや散弾銃、拳銃などを用いた射撃は、スポーツや競技として広く行われており、長年、下級オリンピックの競技種目の一つでもある。米国以外の国では、こういった殺傷能力のある銃器を個人が所持するには、免許が必要なことが多いが、 免許審査の基準は国によって異なり、日本は最も厳しい国の一つである。イギリスは日本と同程度に銃器の所持条件が厳しいが、競技としての認知度は高く、日本に比べれば盛んである。2016年リオデジャネイロオリンピックで行われた射撃競技は以下の通り、冬季オリンピックではバイアスロンが行われる。射撃の姿勢については4種類ある。 立ったまま射撃を行う立射、床に伏せた状態で射撃を行う副射、あぐらをかくように座った状態で行う座射、片膝を立てた状態で行う湿射である。種目によって、どの姿勢で行うかが決められている。ビームライフルでは肘を台に乗せる、肘射も行われている。実用射撃は、実践的な射撃術の技能を競う競技である。創始者は有名な射撃選手のジェフ・クーパーらであるとされ、 三眼ンンネーションといった実用射撃に密着した TV 番組もある。1908年ロンドンオリンピックの決闘競技1908年ロンドンオリンピックではピストル種目として防具を着用しロ導でできた弾丸で撃ち合う決闘が非公式競技として行われた。クレー射撃飛行中のクレーを三弾銃で撃ち落とし、その枚数によって点数を競う競技。 銃規制の厳しい日本では諸外国に比べ普及率は決して高いとは言えないが当然国内でも行われている。専用の射撃場もそれなりの数があり、年齢、性別を問わず楽しんでいる人も多い。ただし、日本の銃刀法があるので、クレー射撃に使う散弾銃を所有するためには、それなりの手続きが必要である。警察の窓口で申し込み、初心者講習会、 教習射撃の受講、銃の申請をし、公安委員会から所持許可を得て、保管用ロッカー等を整えた後に所有することになる。さらに、精神状態等についての定められた条件も満たしている必要がある。1922年、クレー射撃の大会が日本で初めて行われた。全日本クレー射撃選手権が領有会主催で行われたのがそれ。百六十四年には、 オリンピック第18回東京大会のクレー射撃競技が埼玉県所沢の射撃場で行われた。ライフル射撃クレー射撃が飛翔中の的を狙って撃つのに対し、ライフル射撃では決められた距離に固定されている的を狙い点数を競う。国際的な標準の距離は空気銃10メートル、スモールボアライフル50メートル、ビッグボアライフル300メートルであるが国内での ラージボアライフルは、車上設備の関係で300メートルよりも短い距離で行われる場合も多い。狩猟用途でライフル銃を所持するのには、三段銃での10年以上の経験を必要とするが、競技用ライフルは、空気銃での競技から始め、所定の段級くらいを取って、日本体育協会より競技者としての推薦を取ることにより、スモールボアライフル、ビッグボアライフルとステップアップできる。 ビームライフルやライフル競技に使われる空気銃は玩具ではなく公安委員会の所持許可が必要な実銃であるのに対しビームライフルは低年齢者や所持許可を持たない者の,の入門用として光線銃を使用する日本独自の競技である設置場所も公安委員会の指定を受けたライフル車場以外でも使用できるので射撃部のある高校等でも盛んに利用されている 競技は10メートルでのエアライフルに準じたルールで行われ、国体の正式種目でもある。近年、より高精度なデジタルシューティングシステムが開発され、注目されている。また、実弾による汚染を考慮して、近代五輪においても採用されている。ピストル射撃日本では、拳銃の所持に、大変厳しい規制があるため普及しているとはいい、課体が、日本ライフル射撃協会の主観により、 ピストルによる射撃競技も行われており、国民体育大会の正式種目でもある。日本スポーツ協会よりの推薦で競技用拳銃、空気拳銃の所持が可能であるが、推薦枠は全国でエアピストル500人、創薬ピストル50人と狭き門である。おのずと所持許可者には警察官、自衛官が多いが、民間人での競技選手も少数いる。 ガング銃低圧ガスによりプラスチック製の弾丸やペイント弾を発射するガング銃による標的射撃競技やサバイバルゲームなどがあり無資格で楽しめるために愛好者も多い諸外国のほとんどで若年者も無資格で所持できる空気銃が日本では規制されているためこれらの競技が受け皿となっており競技団体も存在しているがビームライフル以外は 体育競技種目としては認知されておらず、実銃射撃の競技人口拡大に結びついているとは言い難い状況である。吹き矢も以前は玩具だったが近年スポーツとして見直され技術が向上し10メートルでの精密射撃が可能になり、愛好者が急増している。日本前奏銃射撃が遊戯場で、玩具銃によりコルクの弾を発射しまと撃つ遊びやゲーム機によるものは射的であり、 スポーツ射撃とは区別されている前述のエアソフトガンやペイントガンも一般的には射的の要素が強くスポーツ競技というよりゲームの意味合いが大きい。ありがとうございます。